ましたけど。あ、これこれだ。やば。え、ひび入ってますよ。硬さには HR コードってのがあって。どれぐらい硬いかちょっと私も気になるんで、うんうん、どう検証したらいいですか。ね、やっぱり上下硬いのがいいから、これなんかがね、すごいね。これはいい、ね、うん、これは何でしょう、先生。これはね、盾、まあ必ずシールドって言ってさ、はいはい、AK の弾ぐらいは止めちゃう。 AK の弾を止めるんですか。そう、これは一も硬い。試しに私乗っかってみてもらう。全然いいよ、うん、全然大丈夫です。うん、全然平気だよ。全然大丈夫です。うん、その上がさ、やっぱり何がどういうのがいいのかなと思ったんだけど、やっぱりほら歯の硬さでいろんなね、こんな鹿の角がいっぱいあるんだけど、うんうん、この辺りで試してみたい。わあ、うん。ね、こういっぱいこう置いてあるんだけどさ、はい、この辺りでちょっとこう押し当ててみて。上からなんかポンと当てて、うん、これほら歯と一緒の硬さ、骨ですね、うん、あるからちょっと試してみようか。はい、うん、じゃあ試していきます、うん、検証していきます。はい、お願いします、ね、はい、この硬いのと硬い歯と同じで、これもまた硬いので、はい、溶石が割れました。え、それもらっていいですか。何ですか。割れたよ。え、先生待って、やばくないですか。え、これ僕ですか。私これ何、どうしてもいい。あー、やっぱり、あー、ほら今言ったじゃん、はい、硬いものは割れますよ。すごい。ちなみに先生、黒曜石の硬さってどれぐらいなんですか。だからものすごい硬い。そうですね、触ると、そう、ガラスでだから脆いですよ。硬いと脆いんですね。こっちは硬いけど、はい、しなりがあって、はい、それでこうやるとアイスがきれいに砕けます。あ、うん、だこの辺がこういろんな、あの見てくれてるこの YouTube の方が分かる。硬きりゃすごい何でもいいって思うでしょ。硬、はいはい、いと今みたく混んで割れましたね。割れてガラスも同じでしょ。硬いけど割れるっていう、はい、うん、こうやってね、綺麗に砕けます。先生いつも技かかるときに力入れると怪我するっておっしゃるじゃないですか、うん、でこれはまさにそういうこと、ね、そう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 、はい、やっぱりグッていくと、うん、割れちゃうっていう、うん、パキーンってこう、こういう風に。あずきバーからまさかの勉強になりました。先生ありがとうございました。いや、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ機会あったら、はい、よろしくお願いします。よろしくください。はい、はい、ありがとうございました。